旅人にパイモン、それとこんにちは。こいつはオイラたちの友達でリシア傭兵だ。傭兵を連れて僕のところに来るなんて、何か重要なことがあるんだね。わかった。ついてきて。ここなら誰も来ないはずだ。さて、一体どんな重要なことなの？博士。マスクをしてて見るからに怪しいファデュイの執行官だ。確か青い髪だったな。その人なら知ってるよ。偶然だけど、パルディス・ディアイを離れたばかりだ。そんな偶然が？うん、僕に用事があったらしい。具体的な内容を聞いてもいいか？唐突に思うかもしれないが、あんたの答えはとても重要なんだ。今こちらが言えるのは、あんたの友達セノと一緒に行動してるってことだけだ。セノが、なるほど。だから教練員にいなかったのか。わかった。僕は君たちの質問に答えるし、手助けもする。そして君たちは何が起こったのか話す必要はない。セノの名前ってこんなに聞くのか。私たちが嘘をついてる可能性を恐れないのか。そんな冗談は結構。君も旅人も、それにセノも、こういう冗談をするような人じゃないだろ。もし言いにくいことがあるのなら話さなくてもいいよ。さて本題に入ろう。君たちの言う執行官、博士が僕のところに来たのは、ハイパシアという学者を連れていくためだ。ハイパシアだって？なんであいつが狙われるんだ？それに連れていくってのはどういう意味だ？スメールを離れるのか？うん、彼はもうすぐスメールを離れてスネージナヤに戻るって言ってた。ふん。つまりすぐにここを立つってこと？ああ、そうでなければもう少し話せたかもしれん。すぐに帰らねばならないんだが、出発前に一つ重要なことを思い出してな。回り道でパルディス・ディアイに寄ったんだ。そのハイパシアという学者の面倒はお前が？パデューイはよほどよく偵察をしてるみたいだね。確かにハイパシアは僕の元で治療を受けているよ。失礼だが、彼女への治療の進捗はいかがか？何か言いたいことがあるんだろ。それなら単刀直入に言おう。ハイパシアをスネージナヤに連れて行くつもりだ。患者の移動は簡単なことじゃない。君は学者なんだから、まさかそんなことも知らないってことはないよね。ほう、私を疑うばかりか。私の能力まで疑うとは。それは本当に正しい判断かね？まあ、こんなお願いをしてきたのは君が初めてだからね。もちろん我々は彼女の旅の安全を確保する手段がある。それにハイパシアは一流かつ効果的な治療を受けられると保証しよう。私が直々に治療に参加し、
回復の手助けをする。これでどうかな。ハイパシアはスメール出身で教令院の学者だ。今のところリスクを負って他国に送らなければならないような状況じゃないよ。彼女をスネージナヤに送ること、そのリスクとメリットは未知数だ。彼女の治療を担当する者として同意できるはずがない。無謀で無礼で愚かな提案はやめといた方がいいんじゃないかな。僕は博士をよく知らない。でも彼と話しただけで、僕が嫌いな学者特有の傲慢さをひしひしと感じたよ。威張り腐ってるっていうより、自分の能力を極度に信頼してるんだ。ほとんど狂気と言えるほどにね。患者をそういう人に渡すことはありえないよ。それが僕は言い争いの準備をしていたんだけど、彼はあっさりと引き下がったんだ。でもすごく気になる反応だったな。ふん、なるほど、お前の意見にも一理ある。まだ若いのに頭が固いな。少々意外だ。普段ならこのままお前を見過ごさないんだが、あいにく今日は急いでいる。尊き女皇陛下のお呼びでな。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。教令院の言う通り、お前は責任感のある聡明な学者だ。だが残念ながら賢明ではない。だからお前のようなものはいつまでたっても気づけない。人は遅かれ早かれ自分の頭の中にあるものの責任を取らなければならない。誰も逃れられないということにな。不快なことを暗示してるみたいだけど。自分から質問しておきながら、僕の答えなんか気にしちゃいない。多分彼にとって僕はただの喋れる石ころみたいなものなんだろうね。言葉に悪意はないけど、骨の髄まで無関心で、心の中では常に人を見下しているんだ。ああ、信じがたい話だ。でも、もしそれが本当なら、状況は一気に有利になった。見逃したところはないと思うよ。むしろ君たちに、あまり危険なことはさせたくないからね。持っている情報が多ければ多いほど、より安全に物事をこなせるはずだ。私たちが隠し事をしてるにもかかわらず、情報を与えてくれた。この借りはしっかり胸に刻んでおく。別にいいよ。僕にはこうする義務がある。強いて言うなら、この全ての起因は僕に関係があると言えなくもないからね。最近先生から何通も教令院に来て研究の手伝いをしろって手紙が届くんだ。教令院に呼ばれるのは初めてじゃないだろ。ああ、でも今回のは少し変だ。手紙の筆跡や文体は極力似せてあるみたいだけど、細部がおかしい。先生は時々手紙の裏に黒い点をいくつか打って送ってきてたんだ。点が一つなら手紙を書いた時は晴れていて、三つなら雨って意味だ。これは長年続いてきたものだけど、最近来る手紙にはこういう記号が一切ない。何か起こったのかもしれないと思ってね。ああ、ずっとガンダルバー村にいるお前より教令院にいる俺がこの件を調べた方がいい、そう思ったんだろ。
そういうこと。身の安全を確保しながら情報を探ってみてほしいんだ。芳しくない状況だった時はすぐに撤退してよね。わかった。だがことはそう簡単なことじゃないと思う。教練員は近頃大きな計画を練ってるみたいだ。まだ内情は把握していないが、もしかするとお前の先生も関わってるかもしれない。もし上の方々が人には話せない秘密を抱えてるなら、調査し始めると抜け出すのが非常に難しくなる。もし収束がつかない事態になったら、俺は教練員を離れるよ。俺が長い間教練員からいなくなれば、それが合図だ。うん、そうしよう。じゃあ僕はいつでも対応できるようガンダルバ村にいる。もし本当にそういう状況になったら、お前は警戒しろ。教練員から来るあらゆる情報と要求にな。それにしても大マハマトラの君がそんなことを言うなんて思いもしなかったな。教練員への忠誠は賢者の言いなりになることじゃない。俺は自分が何をしているのかよく分かっている。お前こそ卒業生のくせに教練員を疑り深い目で見てるんだな。先生は誠実でまっすぐで悪いことに耐えられない人なんだ。職場で苦労しないかって学生の時は心配だったよ。ちょっと遅くはあったけど、まあ予想通りかな。そうだったのか。あんたらは最初から教練員の異変に気づいてたんだな。これはセノが事件に巻き込まれた理由でもあるのかもしれない。だったら僕も約束通り君たちを助けなくちゃね。そうだ、この後セノに会うなら伝えてくれる？自分の見たこと聞いたことを信じるってね。今のあいつにはこの言葉が必要だと思うよ。おう、チャンスがあれば言っておくぞ。あ、次はあいつを探さないとな。あ、そうだ、もう一つ聞くが、博士はここを立つときどの道を行った？あっちだよ。よし、ありがとうな。それじゃ先に行くぞ。ティナリの話じゃ博士はスメールを離れるつもりみたいだけど、これの真偽を確かめたいな。それに全てを片付けるっていうのは何を指してるんだ？こういう人物には注意を払っておいて損はない。念のためこっから追いかけよう。でもどこに行ったかもわからないのにどう追いかけるんだよ。傭兵には傭兵のやり方がある。私は道沿いの手がかりを探すから、あんたらはついてこい。ふん、あの執行官、どれだけ用心深いつもりでもバッチリ痕跡が残ってるぜ。それか花から痕跡を消すつもりがなかったのか。これも奴の傲慢さらしいな。ああ、方向は合ってる。痕跡は新しいが近くに人はいないみたいだな。どうやら本当に急いでたらしい。ほぼ私の予想通りだな。ここまででいい。博士の動きはほとんど突き止めた。ここから南に行くとオルモス港が見えてくる。奴らはそこに行く気なんだ。港？あ、船に乗るつもりなのか？そうだ、私たちもオルモス港に向かおう。
し。気づかれるだろ、港はファリーの衛兵だらけだな。もうちょっと近づいてみようぜ。ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージネアの執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会もな。前に俺がスネージネアで就任した時は、博士、今とちょっと話し方が違ってた。きっとスネ…見ろ、アスティシアの追跡スキル。ち、港はファリ…もうちょっと…ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージネアの執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会。前に俺がスネ…見ろ、アティシアの追跡スキル。ち、港はファリ…もうちょっと近…ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージネアの執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会も。前に俺がスネージネアで就任した時は、博士、今とちょっと話し方が違ってた。見ろ、ディシアの追跡スキッチ。港はファリ…もうちょっと…ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージネアの執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会も。前に俺がスネージネアで就任した時は、博士、今とちょっと話し方が違って。見ろ、ディシアの追跡スキル。ち、港はファリ…もうちょっと…ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージネアの執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会も。前に俺がスネージネアで就任した時は、博士、今とちょっと話し方が違ってた。きっとスネールでの習慣があの方を変えたんだ。佐藤に駐在するっていうのはこういうことさ。スネージネアに戻られても生活に慣れるまで少し時間がかかるかもしれんな。え、長官、何かの間違いでは。いやいや、俺の記憶力はいいんだぞ。本当に違ったんだ、姿も口調も少しだがな。あと理由はわからないが、なんだか、顔色がツヤツヤして輝いて見えるような。気のせいでしょう、公務で外出してるのに顔色がツヤツヤするはずないじゃない。博士はあっちの船にいる。嘘はついてなかったらしいな。確かにスメールを離れるみたいだ。もうちょっと近づこう。物陰に隠れて奴を観察したい。ここでよし。船の状況ははっきり見えるし、ここならまずバレないだろう。あ、あいつ、オイラたちを見たぞ。私たちに挨拶してるのか。さようならと言わなくては。待て、船にはあいつ一人だけか。あれ、他の奴らはついていかなかったのか。さっきまでいた港の衛兵たちはどこに行った。数分前まではまだここにいたはずだけど、今は急にいなくなったみたいだぞ。まさか囲まれた。まさか。
幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。まずい、ハイパシアが危険だ。早くパルディスディアイに戻ろう。え、どういうことだ。彼女は見てはいけないものを見てしまったようだ。私がファドゥイならきっと彼女をどうにか連れていくね。だがもしダメなら。あ、排除するってことか。早く行くぞ。